イギリスの海外領土であるアンギラの旗は1990年5月30日に制定された。左上部分にユニオンジャックの入ったブルーエンサインと呼ばれる旗を元とし、アンギラの紋章を右側に配している。紋章には平和を表す白地の下に海、信念、若さを表すターコイズブルーの帯を配し、白地の中央に調和、知恵、民耐、 力を意味する3頭のオレンジ色のイルカが、トモエ状に描かれている。この旗は、アンギラの3番目の旗である。イギリスの植民地だったアンギラは、かつて独自の旗を持たず、1967年に、セントクリストファー島、ネービス島と共に、イギリス自治領セントキッズ、ネービスアンギラとなったが、セントクリストファー島の自治領政府に対して、反乱を起こし独立を宣言した後、 アンギラ共和国最初の国旗を制定した。これは赤い旗の中央に青い円がありその中に二人の人魚とマニカイを配し、その上下に黄色い字でリパブリック・オブ・アングウィラーと書いたものだった。この旗には国名を書かなかったり赤の代わりに紫を使うなど様々な派生型もある。しかしこの旗は不評であり、新たにアーライン,ンドマービンをバーマンのデザインにより、 白地の旗で株に青い水平の帯を置き、上の中央に3頭の金色のイルカをあしらった2番目の国旗が制定された。これは現在でも島の各地に見られるほか、現在のアンギラの紋章にも使われている。アンギラ共和国は1969年に鎮圧され、セントキッズネービスアンギラに復帰した。しかし1971年にイギリスの管理下に移され、 1976年には改めて実治領となり1980年に正式にセントキッズネイビスから分離した。アンギラ独自の旗が必要と考えた総督は1969年以後も広く使われているイルカの旗をもとに新たな案を描きロンドンに送り、これが承認され1990年に正式な旗となっている。ありがとうございます。